ユーリーミハイロビチャ・アーロノビチは、ソ連出身のイスラエルの指揮者。日本では、タマー・シュバー・シャーリのピアノと共演した、ラフマニノフのピアノ競争曲全集の録音で知られる。レニングラードに生まれ、4歳で、バイオリンの学習を開始。1954年に、レニングラード音楽院指揮下を終了。ナタン・ラフリンとクルト・ザンデルリングにも指示する。その後は、 ロシアの主要なオーケストラに招かれて、レニングラードフィルハーモニー公共楽団や、ボリショイ劇場還元楽団などを指揮した。1964年に、第二のモスクワ放送公共楽団の主席指揮者に任命され、1972年にイスラエルに亡命するまでその地位に留まった。ソ連脱出後は直ちに指揮者として各地に客演し、イスラエルフィルハーモニー還元楽団や、 ロンドン交響楽団、ウィーン交響楽団、読売日本交響楽団、ミラノスカラザ還元楽団などと共演した。1975年より1986年まで、ケルン・ユルツェニヒ還元楽団の1982年から1987年まで、ストックホルム・フィルハーモニー還元楽団の首席指揮者に就任。ロンドン交響楽団、ウィーン交響楽団、 ストックホルムフィルハーモニー管弦楽団とは、数々の初録音も残している。同時に、オペラ指揮者としても活躍し、ロンドンコベントガーデン歌劇場や、シカゴリリックオペラ、ストックホルム王立歌劇場、ケルン歌劇場、バイエルン州立歌劇場で指揮をとった。ベルゲン、ブレゲンツ、カナリア諸島、フロリダ州、ロカルノ、ルツェルン、サボンギンナ、スポレト、 ベローナなど、欧米各地の音楽祭にも参加。1984年より、スウェーデン王立音楽院の教員に加わり、1987年には、スウェーデン国王より受訓する。1988年には、イエルサレムにおいて、エッティンガー芸術賞を授与され、イタリアでは、鳥の大学トラスタンパシより、1991年度カナワ賞を受賞。 2002年10月にパリ関連楽団に客演。これが生涯最後の公演となった。ありがとうございます。